こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、担任は冬休みまでにこの5つやればバッチリ上出来ですよ、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。冬休みがちょっとずつ近づいてまいりました。2学期長かったですね。あと1ヶ月頑張れば終わりですからね。もうちょっとだけ頑張っていきましょう。ところでこの残り1ヶ月、12月入ってから学級経営担任って何していったらいいのよ。もちろんなんかあと1ヶ月頑張りたい、なんとか歯食い縛ってやっていきたい、だけれども具体的に何をしていったらいいのよ。ここでちょっとねつまずいちゃうというか分かりづらかったりするんですよね。今日この動画最後までご視聴いただければ、学校の先生、特に担任の先生がですね、残り1ヶ月ですべきこと5つ具体的によく分かり、結果的に安心して落ち着いてご機嫌で教壇に立つことができると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速やっていきましょう。なんかところでもう日本だいぶ寒いみたいですね。羨ましいです。日本にいる時には寒さっていうのは全然羨ましくなかったんですけれども、見てください、こっち暑いです。半袖です。今日も余裕の35度オーバーでございます。めちゃくちゃ暑いです。寒さを感じたい今日この頃ですけれどもね。まあいいでしょう、行きましょう。では一つ目からいきましょう。まず通知表作成なんですけれども、学校によっては12月末に通知表を配布するという学校多いと思います。ポイントはこれは学年できちんと揃えた基準に基づいて丁寧に学習評価をしていくっていうところをね、大事にしていきましょう。だからといってね、僕はね時間をかけすぎる必要はないと思うんですね。自分自身がよくやっていたのは、特に初見なんか書く場合は使い回せる表現っていうものがあれば割とね複数の子供に使い回していたっていうこともあったりしましたね。だから自分の中で一人一人丁寧に書いていくっていうよりは、自分の中でストックしている文章表現っていうものが結構もう実はあったんですね。でこの子にはこの言葉をあげたいなっていう感じで選んでくるっていうようなやり方にキャリア終盤を変えていきました。そしたら飛躍的に通知表を作っていく時間が短くなっていって、本当半分ぐらいの時間でね終わるようになっていったかもしれません。もちろん一人一人に向けたメッセージっていうものも書くんですけれども、全部が全部ハンドメイドの通知表だと本当に時間がかかっちゃうんで、他にもいっぱい仕事あるじゃないですか。だからこの辺はちょっと工夫しながらやっていきましょう。続いて2つ目、授業&テスト。通知表を配布するということは、それまでにはきちんと、ペーパーテストとか、そういった評価を終わらせておかなくてはなりませんよね。残りの授業日数何日あるのか、授業のコマ数何コマあるのか、で進めるべき授業は一体何コマなのかっていうところを一旦整理しましょう。整理するだけでだいぶね気が楽になると思います。案外若手教師の時、僕はまあそうだったんですけれども、そういったことも把握せずに、ただひたすらひたすら毎日一生懸命授業だけしていって、ラスト1週間だって初めて、やばい、時間が足りないじゃないか、テストできないじゃないかっていうことに気づいてですよ、1週間前になって初めて気づいて、で結局1時間で授業2時間分進めるとか3時間進めるとか、もうテストはやらせるんだけれども、もう直す時間もないまま返しちゃって、もう持って帰ってねっていう風になっちゃったりしたんですね。今思えば申し訳ないなっていうふうには思うんですけれども、そういうことがないように授業とテストをコツコツ進めていきましょう。続いて3つ目、クリスマス会準備です。僕大好きなんですね。お楽しみ会とかね、もちろん子供も大好きなんですけれども、教師である自分も大好きだった、そういうタイプだったんですけれども、まあ、やることやってね、通知表を配布して授業をトントントンと進めて、テストをねきちんとやらせて返すっていうのも、それはもちろん大事なことですよ。もちろん大事なことなんだけれども、ちょっと味気ないですね。最後この2学期の終わりに子どもたちが、ああ楽しかった、2学期ものすごい良かったっていうふうに思って帰ってもらいたいじゃないですか。冬休みに突入してほしいじゃないですか。っていうことで、この12月の末最後にですね、お楽しみ会をやっていきましょう。名前は何でもいいんですよ。クリスマス会でもいいけれども、忘年会だっていいしね、何でもいいんです。名前は何でもいいんだけれども、ちょっとお楽しみ会をさせてやらせてあげるといいかなって思いますね。お楽しみ会の指導のポイントはもうこれですよ。もうこれに尽きる。全員が楽しめて、そして全員が楽しませる立場になるっていうことですね。子供たちはお客さんに慣れてるんですよ。遊園地行ったって、映画館行ったって、お店行ったって、いつでもお客さんという立場で何かをしてもらって当たり前という状況の中で生きてるんですね。でも大人になっていく、成長していくっていうのは、楽しませてもらうプラス楽しませてあげる、要するに生産的な活動をすることになってくる。これが大人になるっていうことなんですね。これが小学1年生から小学6年生、
中学3年生に上がっていくっていうことなんですよ。その芽生えをきちんと経験させてあげましょう。つまりお楽しみ会では一部の子どもたちが仕切って、さあみんななんかやるよって言ってわーってついていくお客さんなんじゃなくって、みんなで楽しむんだけれども、全員が何かしらの準備、運営、進行、飾り、プログラム書く、机をみんなのために移動するっていうような役割をみんなで分担して一つのお楽しみ会を作り上げると、パッチリ素敵なお楽しみ会、そして学級が成長していくことになるんですね。っていうことを考えると、クリスマス会って1日2日の準備じゃ終わらないんですよね。きちんと準備の時間を少し確保してあげる必要があるということです。すなわち12月に入ってから、まあクリスマス会を行いたい2週間3週間前ぐらいからですね、ちょっとずつ準備をさせてあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。続いて4つ目、担任が冬休みまでにやっておきたいこと、5つのうちの4つ目でございますけれども、これは子どもと教室の整理整頓を一緒にしておきましょうっていうことですね。冬休みまでにしておきたい教室の整理整頓はね、2種類ありますね。1つ目が子供に持ち帰らせたいもの、で2つ目が冬休み中にこっちが教師がですね片付けておきたいもの、この2種類があると思うんですね、教室の整理整頓っていうのは。で1つ目の子供に持ち帰らせたいものって結構あるんですよ。習字セットとか裁縫道具とか算数セットとか、なんかリコーダーとかいろいろありますよね。でもこれって重いんで一気に持ち帰れません。でも見通しがないと、教師に見通しがないと、それを一気に持ち帰らせちゃうことになるんですね。2学期の最終日の少なくとも1週間前、できれば10日ぐらい前から1日1個ずつ持って帰らせてあげると、計7つ10個ぐらいちょっとずつ持って帰れることができるじゃないですか。まあ大きいものだったら1つがいいと思います。あの習字セットとかね、ちっちゃいものだったら2つぐらいね持って帰らせてもいいと思いますけれども、コツ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 持ち帰らせてあげると、子どもたちも安心して、そして危なくない、安全に下校することができるんで、ぜひこの子供に持ち帰らせるものリストを一回ちょっと作ってですね、整理整頓して、で学年主任さんに見てもらって、こんな感じでいいですかって、あ助かるわって学年主任さんも言ってくれると思います。ぜひコツコツと持ち帰らせていきましょう。まあ1週間前か10日ぐらい前からね始めていくといいと思います。でもう一個が、あの冬休み中に片付けたいものですよね。例えば、子供に持って帰らせるわけではないんだけれども、ちょっと片付けたいもの、そうですね、教室の掲示物とか、その典型じゃないでしょうか。年度末2月3月で最後持って帰らせたい、まだ持って帰らせないんだよなっていうことがあると思います。そんな時には冬休み中に教師が一人で一生懸命外すのもできるんだけれども、時間かかっちゃうんですよね。脚立に登って降りて動かして登って降りて動かして、これすごく大変なんですね。なのでぜひ子供がいる間にこの作業をしておきましょう。僕がいつもやっていたのは掃除の時間ね、掃除の時間10分15分あるじゃないですか。でちょっと見渡すと、掃除の場所、ゆとりある掃除場所あるんですね。そんなに人数いらないよねっていう場所が1つ2つあったりするんで、そこから1人2人ちょっと借りてくるんですね。みんなが掃除してる裏で、こちらは教室の整理整頓をしていく。でアシスト役として子供1人2人、ちょっと助けてもらうっていうことですね。こっちが掲示物外したら下でパスして、画鋲を箱に入れてっていうのを一緒にやってもらうだけでも、かなりの作業速度が上がっていくんですね。これを冬休み中に教師一人でやろうと思ったら結構しんどいし寂しいし心折れるんですよね。冬休み中寒いし教室の中もね。最後5つ目でございます。担任が冬休みまでにしておけばいいことの最後5つ目でございます。これは何かというと、めちゃくちゃおすすめですよ。これするだけで子どもたちね、もうほんともういいですね。余計な話は行きましょう。5つ目はですね、年明けの予定表を子どもたちと必ず共有するということですね。これは12月の登校最終日です。この予定表をきちんと共有することによって、ある素晴らしい効果が生まれてきます。これ何かっていうと、3学期の登校意欲が上がって喚起されて、不登校の予防になってくるんですね。例えば僕自身がどういう予定表を渡していたかというと、今もう具体的な本物をお見せしますね。じゃんこちら、まず見てください。1月6日がお休み、月曜日休みなんだと、年明け4日間だけ学校に来ればいいんだ、よっしゃーって、まずね子供たちそれだけで喜びますよね。そして8日水曜日見てください。図工くねくね糸の子パズル、新しいの始まると、なんだこれ超楽しみなんだけどとかね。で9日、体育を見たらバスケットボール、バスケットボール好きな子どもたち結構多いんですよね。新しい体育の単元始まるんだ、楽しみだぜ。そして金曜日、スキー教室あんの、めっ
ちゃ嬉しい。これ長野県のね学校だったんで、その学校の裏にですね、スキーのゲレンデがあったんですよ。すごくないですか、スキー教室に歩いていくんですよ。徒歩で歩いていくんです。そういう学校だったんだけれどもね。でもそういう学校行事がある場合もあるじゃないですか、っていうものを冬休みに入る直前にもう子どもたちにちゃんと見せてあげるわけですよ。あるんですよ、学年だよりの中にはもちろんどの学校どの学級にもどの学年にも書いてあります。だけれども子どもたちっていうのは学年だより見ないんですね。だけどもこういう予定表っていうのは子どもたちきちんと見るわけです。紙でもいいんですよ、タブレットの共有どっちでもいいんですけれども、ちゃんと共有をしてあげると子どもたち目キラキラ輝かせて、先生もう早く行きたい、スキー行きたい、もう冬休みいらない、もう来週行こう先生みたいなねことを冗談で言ってくれる子どももいるぐらい学校に来ることを楽しみにしてくれます。このたった一言の会話、ほんの一言の会話なんですよ。だけれどもこれがあるかないかだけで3学期に対する印象、子どもにとっての印象っていうのはもうガラリと変わっていきますよね。こういうような工夫というかちょっとした演出をして、明日学校に来るのが楽しみな、そんな学級作り、学級経営を一応ねするように努力はしていたということでございました。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、担任は冬休みまでにこの5つやれば OK、 バッチリ上出来よ、こんなテーマでお話しさせていただきましたけれども、どうだったでしょうか。皆さんのお役に立てるようなことが5つのうち1つでもあったでしょうか。もしあればですね、いいねとかコメントとか皆さんの大切にしている同僚の先生に、この動画シェアしていただけるとすっごい嬉しいです。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あ、そうですね、コメントといえば最近ちょっと気になるコメントがありまして、皆さんに紹介したいと思います。プリンセスルーズさん、私は社会人、今から教員採用試験を受けてやってみたいと思っている昭和生まれのおばさんなのですが、もしかしたら自分には向いていないかもしれないです。とても不安ですが、まずはやってみて、試験受けてみて、やってみて自分でダメだなと思った時に優衣先生の言葉を思い出したいと思います。人生一度きりなので、やらずに後悔よりはチャレンジしてみて後悔の方がいいかなと思ってます。動画でしっかり勉強させてもらっています。いつもありがとうございます。いや、このご時世にね、学校の先生になりたいんじゃと、今社会人でしょ、社会人で働いてるけれども教員採用試験に向けて頑張ってやってやるっていうふうに思ってくださる方が一人でもいるだけで、これ嬉しいですよね。しかもこう言ってますよ、昭和生まれのおばさんなのですが、関係ない、昭和生まれ関係ない、昭和59年生まれ関係ない、確かに昭和生まれ、もうおじさんおばさんかもしれません。それは否定できないけれども、いつだって誰だって何だってチャレンジしていいしできるんですよね。僕自身ちょっとこんな言い方したらおこがましいですけれども、自分自身の人生でやっぱりそれを証明していきたいと思ってるし、令和生まれだろうと平成生まれだろうと昭和だろうと大正だろうと、いつだって思い立ったら何だってやっていいですよね。よく言いますよね、今日この日が人生で一番若い日なんだ、明日になったらまた1日分年取るんだ、でも今日この瞬間が一番僕たちにとって若い日なんだ、だから思い立ったら何だって挑戦していこうぜっていうふうに思うんですね。プリンセスルーズさん、コメントありがとうございます。応援してますね、一緒に昭和の末裔としてね頑張っていきましょう、よろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら通知表セミナーです。先日ね行いましたけれども、めちゃめちゃ大好評でございました。でお知らせでございます、アーカイブ配信をさせていただくことになりました。2週間限定です。12月の8日日曜日までなんですけれども、この通知表の作り方、学習評価の仕方ですね、正しい学習の評価をもっと学んでみたいという方がおられたら、セミナーの様子そのままご視聴することができますので、ぜひ一緒に学んでみましょう。こんなコメントもいただいてますよ。セミナーの感想です。パフォーマンス課題についてどのくらいの頻度で実施すればいいのかや、ルーブリックの作り方など書籍で学んだことをより深く理解することができました。ありがとうございました。パフォーマンス課題って何ですか。ルーブリック何ですか。ルーブリック、安心してください、わからない人、初めて聞いた人、聞いたことあるけれども実際には見たことない人、見たことあるけれども実際に作ったことがない人、大丈夫です、できるようになります。そしてこれを学習評価に生かし、通知表作成に生かし、日頃の授業改善に生かし、子どもたちが明日学校に来るのが楽しみになるような、そんな授業展開をしていくきっかけになる、そんな力を得ることができるようになります。
あの日通知表セミナー出ときゃよかったなって後悔してる人がいたら、ちょっとでも興味を持っている人がいたらですね、よければ一緒に学んでいきましょう。研究所メンバーシップにご登録いただければ、今すぐにこちらのセミナーのアーカイブのチケットをご購入いただけます。通常4400円のところ、なんと1500円に割引していますから、大チャンスですよ。お見逃しのないようにしてください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの12月の学級経営、心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。